立命館大学短期大学部は、京都府京都市上京区広小路通り、寺町東入中五寮町412本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、1954年に廃止された。大学の略称は、立命館短大。学生募集は1952年度まで、1954年12月22日。 わずか4年余りで廃止された。学科専攻科別科大学関係者 AB 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧282ページより、立命館100年史通史、第2巻、264ページ AB 懐かしの、立命館立命館大学短期大学部2020年1月10日、閲覧。同サイト21ページ、コード番号。 8054より同章339ページに短大名と所在地のみ表記されている。一部の立命館大学大学案内では立命館短期大学と表記している。AB 平成23年度全国短期大学高等専門学校一覧282ページには土木専攻三部と表記されているが、当時は三部いわゆる昼間定時制は、 日本の短期大学において存在していないから、うさんくさい。一方、1951年度、短期大学一覧16ページにおいて、土木専攻は第2部となっており、2部いわゆる野学は言うまでもなくすでに行われてきている。したがって、高価土木専攻は3部ではなく、2部が正しいと見て、取れる。AAB1954 年度の廃止の2年生の、 短期大学ならば、せいぜいこの年度が最終ということになる。AB 入学定員50名、AB 入学定員30名、ABC 入学定員40名、ABCD 入学定員35名。ありがとうございます。